まずはじめに剣持ちのやり方を説明します。剣持ちは止め剣や日本一周を行う時の持ち方です。剣持ちは最もシンプルで簡単な剣の持ち方です。お皿のちょうど下のあたりをつまむように持ちます。これで剣持ちの完成です。次に皿持ちのやり方を説明します。皿持ちは持ち亀や野球、サイドスパイクを行う時の持ち方です。まず利き手ではない方の手で剣先をつかみます。この時大皿は上を向いており、糸が出てくる穴はあなたの体の方を向いています。次に利き手の方の手を開いて回します。この時親指は上を向いております。次に剣の根元の部分を親指と人差し指でつまむように持ちます。残り3本の指で下のお皿、小皿を支えます。利き手ではない方の手を剣先から離しますと皿持ちの完成です。